これだと洗濯物も気持ちよく乾いてくれるよね。さて、そろそろ戻ってくるかな。お疲れ様。はい、タオルとお水。別にいいよ、寝ぼすけの弟と妹も起こさなくちゃいけないし。朝ごはんの支度してもう出かけたよ。母さんリーダーだしね。さすがに朝から10キロ走るのはちょっと。それはそうだけど、一緒に走るのはさすがにね。っていうか、お父さんは仕事前に走りすぎじゃない？でも無理しすぎじゃ。人と人とをつなぐか。私は空手そのものに興味があって始めたわけじゃないからね。それは同じ道場にいたダリアさんに憧れて。ううん、なんでもない。あのさ、私もう高校生だよ。隠し事くらいあるよ。それならもうあるし。知ってたの？全然興味なさそうだったのに。まあね、私も一緒にやってる仲間がいるし。それにお父さんと同じように人と人とをつなぐのが DJ だからね。泣き真似してもダメです。って、いけない！チビたちを起こさなくちゃ。